ウーバーイーツの CM 風にご飯のメニュー教えて。ウーバーイーツの CM 見たことない。ウーバーイーツの CM 見たことないか分かんない。今日は日焼けする天気ですか皆さん。なんか今日前髪の感じ違う気がする。そう、私は変えてない。変わったとしたら前髪が勝手に変わった。前髪が勝手に変わりました。私は変えてません。今日日焼けするかな。どう思いますか皆さん。レッスンは3公演とも通した。通したよ、結構前に。今日はバッチリメイクだね。眉毛とリップしか塗ってないよ。あとコンシーラーと。曇りの日でも紫外線はあるからね。確かに。いやでもちょっとぐらいならいいんで、ちょっとぐらいなら日傘させば別にいいじゃん。でもさ、日傘さしてもなんかどうにもならんみたいな。わかる。夏はどうにもならんじゃないですか。わかりますかこの気持ち。おしゃれ天気さん的には UV さん。それは知ってるんですよ。それは知った上での話なんですけど、なんか涼しいから日焼けしないかなみたいな。まあいいや。そういえば12公演申し込み今日までやな。そうなの。じゃあみんな忘れずに申し込んでください。なんかエンドロール企画とかあるよね。なんかさ、告知しましょうみたいなメール来てたからブログに書いたけど、なんかよく分からずに告知しちゃった。謎の空白もあったし、そう、謎の空白ができちゃったブログに。なんかコピペしたら。名古屋は14時くらいに紫外線指数が下がるみたい。おお。じゃあのんきにお散歩しますね。
今日はツイッターに可愛い写真載せていいねはないかな。ないよ。写真がない。でも12周年とかやったら写真あるかもね。今はもうない。おーちゃんとの久屋通りはどうだった？久屋通りなんかさ、別に散歩しただけで何もしてないよ。やばい、地震じゃない？散歩して綺麗だったとかない？なんか普通だったよ。普通だった。おーちゃんとのツーショットはない？ない。っていうかおーちゃんがさ載せてるじゃん。これおーちゃんの携帯でしか撮らないからさ、私さ同じ写真しか持ってないんだよね。それから別に持ってることは持ってるんだけど、おーちゃんと同じやつしかない。メンバーとコラボ散歩しないの？どういうこと？メンバーと散歩するよ。おーちゃんと毎日さ、リハ終わりに一駅分歩いてる。そこの前はココちゃんとも散歩した。ココちゃんとも久屋通りの近くを散歩した。でもなんか人多くないってなってすぐ退散。結構揺れたみたいだね。そうなの？震度4。ジュッキと仲良くなりましたか？ジュッキとは喋ったことないよ。ヌルピー気づいたって何？地震？なんか揺れてたけど、分かんない。あれが震度4なのかな、分かんない。最近はマリンちゃんと会えてますか？あったよ、昨日も。でラムネ一緒だから定期的に会う。最近仲良くなったメンバーとかいますか？いない。別に変わらんよ。最近仲良くなった人いない。そんな前と変わらん。
名古屋は震度3だって。山根さんなんだ。2ぐらいかと思った。後輩には厳しく教える？なんで厳しくしなきゃいけないの？厳しい先輩はね、良くないよ。最近青海ひななさんには会いましたか？会ったよ、昨日。でもなんかすごいパリピの顔してたんだよ。青海さんパリピの顔してたからちょっと話しかけれんかった。青海さんねパリピの顔してたんだよ昨日。青海さん最近寝てないから疲れてそうだったけど。そうなの？めっちゃパリピの顔してたよ。え、多分分かんない。この前会った時は疲れてそうな顔だった。その時は話しかけたけど、昨日はパリピの顔だったから話しかけませんでした。昨日の直美さんはパリピでした。直美さんと一個もさ公演一緒じゃないから悲しい。パリピの顔ってどんな顔？え、もうそれは青海さんの昨日の顔見たらわかる。これはパリピだってなる。これやっぱりピダーってなるよ。でも可愛かった。青海さん何出るんだろう。プレドラしか知らん。アイドルデイズで俺が考える劇場公演ってイベントあるけど、ナルピーはどんなメンバーでしてみたい？誰でもいいよ。誰でもいい。なんか人は誰でもいいけど、なんかこのメンツでどういう公演がしたいですかとか質問だったら分かるけど、メンバーは決めれんな。誰でもいい。ナルピーちゃんが怒るとどうなるの？何怒るって？怒るが分からん。
ナノワと制服の目と逆上がり。あ、逆上がりか。制服の目とか絶対似合うやん。逆上がりも絶対可愛い。黄金衣装。マミさん絶対黄金衣装似合うやん。汚れてなった悲しみはあって僕は今チョコモナカジャンボを食べている。おおおおって。公演プロデュースするとしたら1曲目は何にする？それはやる人によるんじゃないどういう人の講演家による。今おにぎり食べてるけど好きなおにぎりは何ですか？好きなおにぎりはツナマヨかな。でもコンビニおにぎりだったらあのローソンの悪魔のおにぎり美味しいなって思って。一回しか食べたことないけど。部屋が汚すぎて泣きそう。それは片付けてそれは片付けてくれ。片付けたら泣かなくて済むよ何の話。NP チルドレンに入りたい。私子供いないよ。理想の涙の湘南は誰ですか？ということ会いたかったのメンバーでってこと？普通にメンバーで。僕の太陽以外で出たい公演ありますか？私が出たかったのは僕隊とパジャドラ、パジャマドライブとシアターの女神とです。まあ、できれば逆上がりと会いたかったのでもいい出たことない公演出たかった。ナルピーの勇気のハンマーみたい。めっちゃ勇気のハンマーやりたい。で勇気のハンマーってさめっちゃさあのアナ雪のさ氷の曲に似てない？誰かわかりますか？アナ雪の氷の曲めっちゃ似てない？勇気のハンマーのイントロとさ氷の曲。みんな知ってる？アナ雪の氷の曲。え、氷のなんか最初の曲なんだよなんか最初の曲レッド・イット・ゴーじゃなくてなんていう曲だろう。あれわかんないけどなんか似てる曲があるんだよ。みんな知らないんだね。そう氷運んでるとこ最初のさ氷運んでる曲めっちゃ似てない？雪のハンマーのイントロ。
アナ雪見た時にさ、昔これ勇気のハンマーじゃんって思ったんだよね。どういう曲か忘れちゃったけど、48グループ全体で好きな公演は、一番好きなのはラムネの飲み方、 AKB だったらパジャマドライブが好き。アルピーちゃんがたまに顎に手を置くの可愛い。それは話すことがないときにやるやつじゃないですかね。それはダメな時間なので、その時間がないように皆さんコメントしてください。アルピーの手もデモン涙とか見たい。やりたい手もデモン。今週全く寝てない日が3日あるけど、どうしたら寝ますか？分かんない。そんなことないから。そんなことないので分かりません。だって最近めちゃめちゃなんか焦る夢を見るんだよ。なんかすごい焦る。なんか今日は忘れたんだけど、ね、夢だったか。今日もなんか焦った記憶があるんだけど。この前の夢を聞いてほしいんだけど、なんか謎の公園に急遽呼ばれたんだよ。でもなんか謎の公園だから知ってる人とかも知らなくて、出たんだよそのまま。そのまま出たら、1曲目はなんかあなたとクリスマスイブだったのね。でも16人で歌うの。でもなんかマイク持ってくるの忘れて、なんかマイクなしで歌って、で2曲目はビバハリケーンだったの。でもビバハリケーンなんてさ、踊ったことないしさ、歌わりも自分知らないからさ、人になんか、でもソーシャルディスタンスじゃないといけなくて、その公演は。なのになんか一人だけぶつかりまくって、なんか適当に踊ってるみたいな。そうで、3曲目はなんだっけ、あれボーイフレンドの作り方で、ボーイフレンドやったことあるから振りはわかるんだけど、なんか歌わりが歌ったことない歌わりだったの。でもさ、ソロで歌うわけじゃん。だからなんか何、歌ったことないとこだったの、急遽出たから。それでもその歌ったことないから違う振りをしながら、なんかその歌う部分の練習をするみたいな、すごい器用なことをしてたら目が覚めて、あ、やっぱ夢だったみたいな、そうなりました。そう、すごい徘徊していました。最近夢にメンバー出てきた。だから今さ、公演の話したやん、夢の。
ゃあメンバーもいるよ。それが一番最近焦った夢。スーパーハリケーン全然戻れない夢。夢に俺出てきた。誰ですか一体誰ですか。夢ってある程度自分の願望を無意識に考えていることらしいから、願望それは確かにある。夢にファンが出てくることはある？え、ないえ、ファンの人出てきたことないかも。あんまりわかんない、忘れてるだけかもしれないけど、記憶に残るようなのはないかな。ナルピーちゃんの夜風も見たい人生。そういうのさ、やりたいけどさ、例えばさ、自分で一曲決めれるってなったとするじゃん。そういうのさ、やりたいけどさ、なんか自分のファンの人はさ、ナルピーちゃんの夜風みたいになるけどさ、他の人からしたらお昼寝タイムじゃん、その曲そう思わない？だからそういうのは大富豪ライブとかでもそうだけど、選ばないようにした。だってさ、例えばさ、例えば恋のお名を選ぶとするじゃん、自分がセンターでやる曲に。でもさ、恋のお名アナルピーセンターだ、お昼寝タイムだみたいな、あんまならんくない？そういう考えよ。年に1回ぐらいナルピーがバイバイバイをエンドレスで踊っている夢見る。バイ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 謎じゃない、エンドレスで踊って。何願望それ。フリータイムにならない？みんなだってさ、え、わかんない、箱推しみたいなだったらいいけどさ、この子が好きみたいなあるじゃん。だからさ、一人がさ、なんかのんびり歌ってたらさ、なんか今休憩だみたいなならない？ナルピーが夜風やってたらエモいけどね。何エモいって、エモいって何？12公演の時全公演の衣装を見れるのいいね。なんか私ね、昔じゃない、そんな昔じゃないけど、めっちゃ考えたことがあるの、ね、
なんかさ、例えばなんかやらないから言うんだけど、クスキョ公演とかで、例えばだよ、 7D2 で1曲やるってなって、して 7D2 に全員違う公演衣装を着せて、自分が着てみたい衣装を全員着せて、あの何で自分は一番着たい衣装を着てやるの、めっちゃ良くないって思って、なんかその曲をやるとかじゃなくて、で衣装とかもさ選べるわけじゃん、そういうのめっちゃ良くないって思ったんだけど、まあでもそれはちょっとめんどくさいからやめた。じゃめんどくさいっていうか、なんかそういう衣装ってやる曲がないっていうかもっとやりたい曲があるから、まあそれはやめました。ちなみになるぴーちゃんは何着るの？え、なんか考えたんだよね、でも忘れちゃった。全員考えたんだけど、いっぱいもう忘れちゃった、何にしたか。初日とかだと、そう、初日だったかな。でもパジャドラのかシアターのなんかの衣装だったと思う。全員に公演衣装の着たことないやつを着るのめっちゃ良くない？自分が着たいやつ、もう可愛い衣装しかないみたいな。勇気のハンマーの重ね着体験してみたい。わかる、勇気のハンマーめっちゃやりたいんだけど、ハンマー持ってこうやって私大富豪ライブの時、勇気のハンマーもいいなって思ったんだけどさ、結局なんかセンター感ないじゃん、あんまり。なんかいっぱいね、私の中に候補あったんで、やりたい曲は。でもなんかセンターっていうさやつだったじゃん、だからセンターっぽい曲はもう全部さよならってしたら、じゃ限られてしまった。大富豪ライブ懐かしい。大富豪ライブめっちゃ最近に感じるなんかさ、1年ぐらい前からめっちゃ最近に感じるんだよね。のどちゃんいたのとかも最近に感じる。衣装からその歌好きになった曲あるの？ないかも。台出しがセンターでない曲ってあるの？いっぱいあるよ。クラスメイトとかもそうだし、星の温度とかもそうだし、あとあれ、涙の湘南とかもそうじゃん。いっぱいあるよ。恋の傾向と対策とか。のどちゃん卒業後に会った？結構会ってるよ私。そののどちゃんにね、なんか12周年何やるのみたいな聞かれたんだよ、まだ発表される前にね。でも12周年やるってことは知ってて、多分誰かから聞いて、何出るのって聞かれて、そう、シアター出たかったねって喋った
のんちゃんもシアターに出たかったらしい。私も出たかった。妹だし普通にスタさん見てそう。なんかスタさんのロングかわいいみたいな言ってたよ。ののさんとは友達感覚、普通に友達普通に友達やね。のんちゃん相変わらず大富豪で活躍してるよ。のんちゃん大富豪やってんの？偽物じゃないそれ。10周年の時ののちゃん見てピエンってなった。10周年の時ラムネ一緒に出てるのちゃんと。それも最近に感じる。2年前のさ写真をなんかよく見るの。10周年のさ写真をさよく遡って見るんだけどさ、その時さゆきなちゃん行ったのやばくない？まだゆきなちゃんさ SK だった。やばくない？めっちゃ10周年最近だと思ったけどさ、ヒラキいたのは昔すぎるってなったよね。ゆきなちゃん行ったら昔なんだよ。めちゃめちゃ昔や。それから2年前は意外と昔。最近会ったことある？ゆきなちゃんはもう卒業してから会ってない。ゆきなちゃんが文化祭は昔？何文化祭って何文化祭って。はい、では終わろうと思うんですけど、皆さん言い残したことはないですか？来週はやらんからね、多分来週はやらないから。
散歩元気ねということ、散歩元気じゃないことある。ルッピン大富豪で会いたいんですけど、どうしたらいいですか。なんか大富豪さ、あれ、お尻にしといてね、私のやつ。なんかさ、帰れないんでしょ、もう。9月30日の2時までに、ナルピー推しにしとかないと、もう私推しになれんくなるから、多分。そうだよね、確か。もう変えたら戻せないのよ、確か。大富豪10期生出るって本当？知らん、私7期生だし。7期生なので分かりません。そう、仕様変えたらもう私に戻せないので、皆さん、あの、変えてる方は忘れずに。そう、変えなければいい、多分ね。ナルピーのカードは来月も使えるのか。使えるんじゃない、わかんない。でも別に消えるわけじゃない、てか新しいカードが出ないんです、多分。だけで別に使えると思うよ。新しいやつ撮影なんかさせてもらえなかったから、なんかいないんですけど、新しいカードに。はい、なので皆さん気をつけてください、大富豪。P4U のコンボはいつまで有効なのだろうね。 P4U はまだまだじゃない。コンボはまだ使おう。コイン全部使ったけど、ナルピーアイコン出なかった。でもアイコンいらなくない、別に。でアイコン写真じゃないじゃん。アイコンはね、別にいらんやろ。そういうことじゃない。じゃあね、バイバーイ。